どうもこんにちは、ドッグトレーナーショーゴです。はい、今日の質問は、ショーゴさんって犬に嫌われたことありますか？はい、ないですって言いたいんですけど、もちろんあります。これね、気をつけないといけないのが、別にね、嫌われたいと思って嫌われるっていうことはないと思うんですけど、でもね、知らないうちに嫌われてるっていうことはね、多々あるんじゃないかなって思っております。そういったことがないように、今からのお話気をつけていただけたらね、いいんじゃないかなって思っております。まずは1つ目、大きな音を出す。大きな音を出すって言って、ワンちゃんがいけないことしたように天罰方式バーンってやったりするのも、あれもあんまり良くないんですけど、まあ今回はね、そういうなんか狙ったじゃなくて狙ってない音の話をしますね。狙ってない音って何かっていうと、お父さんのくしゃみ、あれめちゃくちゃびっくりしますね。これね、すごいね、気持ちはわかります。ただね、大きな音を出すとワンちゃんってびっくりしますので、特にね、男性は気をつけていただけたらいいんじゃないかなって思います。ワンちゃんたちいるところであまりね、大きな咳やくしゃみをすると、中には意図的に脅かしてくるんじゃないかって思うと、嫌われるどころか若干攻撃的になったりする子もいます。なので、ワンちゃんたちがいるところで極端にね、大きな音を立てるのはやめていただけたらね、いいんじゃないかなって思っています。2つ目ですね、思いがけない事故。結構あるかなと思うのが、足元ちょろちょろしてて足踏んじゃったとか、わざとじゃないけど蹴っちゃったとか、何か持ってるものを落として当てちゃったとか、こういったことがね、ワンちゃんたちに嫌われる原因としてはあるんじゃないかなって思ってます。特にね、お子さん要注意なんですよ。なんでかっていうと、まずお子さんって部屋の中で走ったりとか、大人よりもそういった行動が多いっていうのももちろんあるんだけども、あともう一つがおもちゃですね。おもちゃとかも投げる時に、大人と違って力加減だったりとか、コントロールがいかないとワンちゃんに例えばボールを当てちゃうとかね、あとはワンちゃんと引っ張り合いっこするような紐を振り回しててワンちゃんに当てちゃうとかね、そういったことがあります。なので、おもちゃの使い方もちゃんと大人がついてて教えてあげるようにしていくっていうのと、正しくない遊び方をしている時には、こちらでね、こんな風に遊ぼうねっていう風にお子さんを指導するようにしていかないと、お子さんもね、わざとではないんだけども結構あります。特にお子さんに関してはね、我々大人がちゃんと監督してるもとで遊ぶようにしましょう。3つ目ですね、厳しいトレーニング。これはね、正直に言うと私はやったことがあります。今からだから14、5年前になってくるかな。その時代はワンちゃんに対していけないとかね、上下関係やめさせるダメでしょうとかっていうことで、ちゃんとしつけられた犬っていうのは人がちゃんと叱んなきゃダメだよみたいなね、時代ももちろんあったんですよ。その時代には私もね、どっぷりやってたわけですね、それをね。その時っていうのは正直すごい厳しく教えた子になってくると、私が見えると逃げたりとか震えちゃったりとか、そういったことももちろんあります。なので、やっぱり厳しいトレーニングをしちゃうと、どこまでやってっても言うことも聞いてくれるし、そばにいてくれてるのに、なんか距離感感じるんですよ。なんか目が遠いっていうか。なので、極端にね、厳しいトレーニングを、まあしつけのためとしてやってるのはすごいわかるんですけども、だとしてもね、やめてあげた方がいいんじゃないかなって思います。ワンちゃんたちのためにと思ってやってることだとは思うんですけども、トレーニングの仕方、いろんなやり方あったりしますので、切り替えていただけたらでいいんじゃないかなって思っております。はい、というわけでね、私たちもワンちゃんに不快な思いをしろってやってるわけじゃないけども、実はね、不快な思いをさせてたりとか、なんだったらね、やんわり嫌われてるなんていうこともあるんじゃないかなって思っております。ただ、生き物の非常にいいところってのは根に持たない。今日から私たちが改めれば、徐々にだけども関係性っていうのは変わっていくんじゃないかなと思いましたので、私もね、厳しいトレーニングね、うちのルナちゃんにやった時に、ルナちゃんは私のことを最初警戒していて、もうそういうことしないっていう目で見なくなるのに2年かかりました。でもね、やめてみると本当にね、いろんなこと私たちも見えてくると思いますし、ワンちゃんの表情もね、徐々にね、豊かになっていくんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さんもね、ワンちゃんとの接し方気をつけて、お互いに楽しく過ごしてみてはいかがでしょうか。